僕は強いんで、ボクシング戦みたいな弱い人とやると下がるんですよ。ってことは俺が雑魚って言ってんの、お前な。随分舐めた口聞いてくれてるね。だってゴースティングされてるでしょ。それ言うて遅延あるんで。ないよ。ありますよ、多分。だって今日だってゴースティングされてないもん。あれなんで殺してないの。ピキっちゃう。それはピキっちゃう。ピキっちゃってますよ。僕はピキないですよ、そんな。分かった。めっちゃピキってる、こいつ。すいません。キャディしてくれたらまあ、あれだな。大丈夫ですか。うん、ここの下にいるわ。了解です。近くにいましょう、二人で。相手も近くにいるんで。ウェーイ、ナイスソー。なんでお前、俺をおとりに使うんだよ、お前。すいません。それ本当に実行しようとしてないですか、そのクラン。だからこれでキャディしてくれたら、もう作ろうよ。ボースティングっていうか、競技を目指す、まあ僕の率いるボクシング軍団として、もうプロっていうかさ、ストリーマーの道目指そうよ。でそれさ、スポンサーとかつけて PC とか、まあウキウキになってますよ、ボクシングさん。何？違う、だから海賊だから、はい、海賊だから仕事を与えないと今後僕に来られても困るしね。せっかく目指したいものがあるなら目指した方がいいんじゃないって。僕は目指したいですけど、機種がもうダメだと思ってるんで。自分は何機種、このスペックが無理なんで。ああ PC の、はい、じゃあストリーマーになって PC を買うしかないよね。それはもうなりたいですね。なれればそれは君のやる気次第だよ。この試合この試合で決まりますか。この試合で決まる。僕やる気満々ですよ。この試合で君が本当カモノイカがもうすごいやる気があるなら僕は。まあでもな、お前しつこいからな。いや、いたんだよ昔しつこいので、プロゲーマーになってる人もいるから、しつこくて、しつこくてずっとぐじぐじ言ってるようなやつ結構いたし昔。でもその人たちが今プロゲーマーとして頑張ってるから。そうね、やっぱ変わりますよね人って。多分似てるんだと思う、性格が。しつこいじゃん。誰ですか、ちょっと言ってください。誰っていうか結構いるんだよ。ああ、いるんですね。そう、何人もいる、一人じゃない。最初はアマチュアなんですか。え、アマチュアとかとプロとかの差はなくない？いや、アマチュアっていうのはやっぱゲームしてて金もらわない人じゃないですか。いないだろ。ゲームしてて金もらうのがプロなんじゃないですか。プロって上手いとかじゃなくて。いないだろ。プロゲーマーっていうか配信者って別にアマチュアもプロも関係なくない？はい、ああ、ストリーマーはストリーマーっすよね。うん。何？よくわかんないよ。プロゲーマー。プロゲーマーっていう言葉がよくわからないってこと？プロゲーマーっていうのはやっぱゲームしてスポンサーとかからお金もらってるってことじゃないですか。うん、プロゲーマーになりたいの。なりたいですね、僕は。狙います。カモノイカは高校生。はい。あんまりじゃあ稼いだらダメなの。100万以上稼いだらダメだよ。それはあかんっす。親の税金変わってきちゃうから。うん、それはちょっとやめといた方がいいと思う。100万稼ぐ、そんな簡単なことじゃないですよ。頑張れば100万円なんてすぐ稼げんだ。何やってんだお前は。ね、あのね、カモノイカは。YouTube で得たお金を全部 PC 買え。僕はそうしたいですよ、一番最初に。おう、いや、一番最初じゃなくて、ずーっと、違う、ずーっと PC 買って。家に何台 PC 来るんですか、それ。必要な、まあ、食料とか。それぐらいしか買っちゃダメ。もうあの一切プライベートの、まあ、遊びには使っちゃダメ。そう、遊びには1円も使わない。うん、あ、なるほど。だって外出ないでしょ、プロゲーマーでしょ。プロゲーマー外出ないです。いや、学校ぐらいは行きたいです。いや、学校だからお金使わないから。基本的には君のお金は全部お母さんのバッグになるから、これからは。うん、壁立ててください。ちょっといけ、当たりますよ。やばいよ。壁立てて支配ボクシングさん死ぬ。うわやばい。無理っすね。ああ、かわいそうっすね。さあ、プロネーマー大丈夫か、お前。あれはしょうがないっすよ。うん。やばい。なんでお前とゲーム言ってんだよ。いや、それは僕、俺はやんなくていいって言ってじゃないですか。やんなくていいじゃん。どの口が切ってんだよ、お前は。すいません。ね、大丈夫ほんと。何がすか。勝てるのこっから。やばい。おぉ、ナイス。お、白ダメじゃん。いっ、お、ナイス。どうした。いいね、うまい。いいよいいよ。コメラみたい。カモネイカうまいってとこみたい。いい、そういうの書いてない誰も。今遅延中だから。すいません、このグラップラーの腕もミスった。あ、やばい。死ぬ。やばくない。うわあ、やばいな。バレてる。スナイプじゃないですかこれ、相手。マジ？こんな撃ってくるやついないっすよ、さすがに。キノコは？キノコ食べます。
こいつスナイプ、こいつスナイプ。そこにもいる。めっちゃ疑うじゃん、ゴースティング。お前はゴースティングだけどな。お前はゴースティングだけどな。はっきり言うけど。カモノイカくんが頑張ってます。こっから1位を取るらしいです。意思的にきつい。弱気だね、発言が。でも、あそこからここまで生き残れるってすごいね。ですか、ありがとうございます。うん、俺を置き去りにしてね、お前は。さあ、どうなるかな。おお。直進水なくなっちゃったら無理じゃないですか。もう一回行こう。じゃあとりあえずどうすんの。クランを作るとしてカモノイカが今後、あ、この人プレイヤーとして伸びそうだなっていう人って知り合いとかいるの。僕の周りに一人いますけど、 PC の方が。カモノイカが隊長となって、なんか増やしていけばどんどん味方を。ちなみに女性は一人も入れないから。僕も女性周りにあんまいないですよ。知ってる女性。あ、知ってる。ちょ、ゲームやってる女子が。あ、知ってる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 、大丈夫、大丈夫。女性周りにいないのは知ってる。オッケー。生配信をね、カモノイカにはずっとしてもらおう。うん、そうですね。僕も倒したいですね。あ、ゴースティング倒したい。はい。いや、それじゃあ、プロゲーマーになれなくない？やっぱプロゲーマーは、やっぱ、クリエイターとはちょっと違うから。うん。こっちに来ちゃダメだよ。なんなら、今僕とやってる時間も、はい、本来は練習した方がいいよねっていう。ああ。ねえねえ、ゴースティング来たら、マジすか？プロレスラー、ダイナモ。じゃあ、ゴースティング多いんだもん。ゴースティングあいつ多いんだもん。どこにいます？あのスキン。いや、下に行ったよ。あんま資材ないんで戦えないかも。いや、おい。発言が弱いね。負けちゃう。ほうれん草してるだけですよ。うるせえよ。あ、この下にいるわ。あ、撃っちゃった。きつ。ナイス。おい。マジで M。 GG。 何急に、急に接待し始めたらどうした。あ、どうも。あ、いるいるいる。2人はグラップラー持ってる。グラップラー戦わなくてないですか。AR で一緒に削りましょう。あ、うわ、めっちゃ熱った。オーマイゴッドだよ。やばい、あいつやばい、やばい。感じ削った。長老、この下の長老で僕下やりに行きます。フロッパフロッパ食べて、ボクシングさん。やべえ！うお！え、そう。あ、別パイ、別パイ。お前。ボクシングさん、別パイ。お前、死んでどうすんだよ、お前が。お前、死んじゃダメでしょ。やばい。俺は、逃げる。うぅ。褒めないですけどね、そんな当たり前に。あ、ちょっとやばくないですか今の。あー、お前のリビュートカード邪魔だな。見えないぞ、敵が。取らないですか。何、競技シーンはやっぱチームワークですよ。バカじゃねえの、あんなところで死ぬ。あんなとこで死ぬ味方なんかいらねえんだよ。何がプロゲーマー目指すだよ。あ、おかわ。お、おっ、うわー、外した。おー、やば。うわー、ここ懐かしいな。ボクシングさんゴースティングしたとって。懐かしくはないな、割と最近の話よ。サブまで殺しちゃった。マジでとつってったし。おーしてー。おーしてー、マジで。じゃあとりあえずどうする、どうしたらいいの。僕は本当に競技として、じゃあこのスペックぐらいあれば君は上手くなれるってこと。はい、僕は上手くなれる。え、20万ぐらいだよこれ多分。うん、めっちゃいいっすよスペック。うん、じゃあ君は、じゃあ今まではゴースティングしてきたけど構成して海賊から漁師になるってことね。はい、そうっすね。オッケー。じゃあちょっと君には構成っていうことで、多分僕ぐらいしかできないと思うんで、はい、ちょっと考えましょう。うん、でリスナーさんもね、この子は大丈夫なのかどうかっていうのをちょっとよくよく考えてね。ということで浜中君、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまた動画の評価につきまして、じゃあ高評価が2000ついたらカモノイカクランを作ろう。はい、うん、了解です。オッケー。はーい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様でーす。よし。まあカモノイカいいやつだからな。ああ、ゴースティングはしちゃうけど。まあ彼がダメでも僕のリンゴ星人と、僕のリンゴ星人って言い方語弊あるな。エビヒロとリンゴ星人クランはありますんで。